こんにちは、そしてこんばんは。今日は幕末についてお話をしたいと思います。1853年、アメリカの海軍提督マシュー・ペリーは日本に通称を求め、4隻の黒船を率いて裏が、現在の神奈川県横須賀市にやってきました。江戸幕府は回答1年待ってもらいました。翌年、今度は9隻の黒船を率いて日本にやってきて、 函館と下田の2項の開港下田にアメリカの領事館設置などを決めた日米和親条約が結ばれました江戸幕府の大老井伊直輔は1858年日米修好通商条約を結びましたこの条約により函館横浜新潟神戸長崎の開港が決められました またこの条約には日本の領事裁判権の承認と関税自主権の創出が含まれていました。桜田門外の変。井伊直助は江戸城の桜田門で尊王攘夷を唱える武士によって暗殺されました。撮影戦争。 薩摩藩の大名行列の中に馬に乗ったまま入り込んだ4人のイギリス人を薩摩藩の武士が殺傷するという生麦事件の報復としてイギリスは1863年、鹿児島の町を砲撃しました。四国艦隊下関砲撃事件。尊王攘夷を唱える長州藩は下関海峡を通る外国船に砲撃しました。 1864年、イギリス、フランス、オランダ、アメリカの連合軍によって、下関砲台は占拠され、破壊されました。薩摩藩と長州藩は、尊皇攘夷の決行は無理だと悟りました。そこで両藩は幕府を倒し、近代国家の建設を目指しました。1866年、土佐藩の坂本龍馬の仲介で、薩長同盟が結ばれました。 大政奉還十五代将軍徳川慶喜は政権を朝廷に返すことを宣言しました戊辰戦争新政府軍と旧幕府軍の内戦新政府軍代表西郷隆盛旧幕府軍代表勝海舟 会談の結果、江戸城無欠会場が決まりました五稜郭の戦い戊辰戦争は北海道の函館にある五稜郭の戦いが最後でしたこれにより新政府による国家建設が始まりました ご視聴ありがとうございます。こうした教育活動を維持するためのチャンネル登録をいただけましたら幸いです。また皆様とお会いできることを楽しみにしています。こんにちは